将軍湯、落石により営業を停止している、清泉温泉は、台湾新築県、五報郷桃山村にある温泉。植坪系に属し付近には、タイアル族と、斎社都族の集落がある。日本統治時代は、井上温泉と呼ばれた。かつて、超学寮が軟禁されていたことで著名。清泉温泉は、無色無味透明の湯で飲用可能。泉温は、 摂氏43度摂氏58度、pH は7.6、炭酸水素ン約 1172ppm、ナトリウムイオン約 491ppm を含む中性の炭酸水素塩泉。超学寮古居原住民族館三毛夢屋、作家の三毛は1980年代この地に居住していた。この地はもともとタイヤル族の居住地だったが、 日本統治時代の1913年に駐在した日本人警察官が温泉を発見し、井上温泉と名付けて開発が進められた。後にこの温泉は、清泉私翼の名で、新築八景の一つに数えられた。1918年、新築から竹東を経て、上坪などに至る道路が作られ、井上道路と名付けられた。交通が便利だったこと。 京都の嵐山に景観が似ていることから、嵐山温泉の別名でも呼ばれた。西安事件を起こした、長学寮は、小解析によって1946年11月から1957年10月までの間、この地の井上温泉療養所に軟禁されていた。1963年に発生した台風によって、発生した洪水によってこの建物は破壊されたが、後に、 新築県政府により修復され、この温泉の歴史や長学量の実績を紹介する、施設として開放されている。ABC 総清江2007、P179、資料によって専温は異なる。AB 陳歌詞は厚し2015、P76、陳歌詞は厚し2015、P75。ありがとうございます。